ですね、今回は、まあ、在来サライ弁当ですね、初めてその熊本と大分がですね大きな地震にあったということで、私としてはやっぱり何とかしたいという思いがあったということで、実はこの大震災によってですね、農業をやめるところも当然多く出てくるだろうと思われること、でさらにですね、最近また阿蘇で噴火があってですね、阿蘇市は大変な、まあ、ダメージを受けているわけですね。でそんな中で、例えばその普通の野菜ならまだ売れるんですけれども、今でもほとんど、まあ、見抜きもされないような、まあ、形の一定しない、あるいは収量も一定しないような、そういったその雑多なですね野菜がまあどうなっていくのかということを考えたときに、おそらく後継者はほとんどいない、これは全国的にもそうなんですけれども、それがまあ災害にあったことを契機にですね、高齢者がかろうじてまあ伝えてきたものが、今回もこれを機にですね、もうこんなことはやってられないということで、もう種そのものがまあ廃れていくという、そういう危機的状況の中で、まあ、民族学として、まあ、私が何ができるかということをまあ考えたんですね。そうした時に、まずその在来野菜をどうやってじゃあ食べてきたのか、それはそれもですね、レストランとかそういうところじゃなくって、まあ、地元でどういうふうに食べられてきたのか、まずそれを知ることが大事で、それを知った上でその、出したその味の良さをですね、いかに今度は第三者に伝えるか、でそこで、地元の道の駅にお願いするとかですね、あるいは地元の旅館街、あるいは、地元の子どもたちの給食などの、まあ、転用の仕方というのはあるのではないかということを、まあ、常日頃から考えているわけなんですね。で今回は本当に阿蘇の噴火もごく一部火山灰の、まあ、影響があったぐらいで、ほとんどは何も影響ないのに、もう全く観光シーズンでありながら誰も来ないような状況が続いている。でこのまましてはもう絶対いけないと思いまして、まあ、今回阿蘇の食べ物ってこんなのがあるんですよと、でこういうものがこういう形で食べると美味しいんですよということをとにかく一人でも多く知らしめてですね、そして、道の駅に行けばその野菜が買えれるんだよ、買えることができるんだよということをまず知ってもらいたい。そして生産者の方は作ればやっぱり売れるんだというね、そこの喜びをやっぱり絶やすことなくですね、我々がまあ持続的に、応援をしていかないといけないと、まあ、そういう思いを込めて、阿蘇それから大分のですね災害弁当を、まあ、今回初めて県外で、作ってみたということです。どうか応援をよろしくお願いします。日本人は在来野菜とか伝統的なものにすごく関心を持って、現代の技術とかこのような伝統的な分野にも活用して、この先の時代も考えて、こういうことは中国ではあんまり見たことがないので、関心をすごく感心されました。ここ日本で学んだことも中国に持って帰って中国にも活用すると思います。在来のこっちゃってものすごく水っぽいんですよ、きめ細かいですね、すごくね。でこれどうすると一番おいしいかって難しくて、まず煮物が一番いいんですよ。で、まあ、天ぷらにしてもおいしいんだけれども、揚げたてはね、ただお弁当にしたらどうしてもこれ時間が経つと水っぽいものがべちゃっとなってしまうので、そこが難しいというところがあって、それともう一つはやっぱり色合いを考えた時に、かぼちゃをサラダにしたのは僕は正解だったなというふうには思ってるんですけど、ね、種子島の赤褒めの割合を増やしてもらって、とにかく色味を出せるということです。で去年ここでシンポジウムをやって、在来弁当とあとやった時にその和食をユネスコの文化遺産に関わった奈良城下の先生をお招きしたんですね、的場先生。その方に食べていただいて言われたのは、味はいいと、だけど色がない、でしかしだからといってここに来て卵を使うのは悔しいので、なんかないかなと思ってたんですけども、一応まあかぼちゃの色があるというと、あとナスの色を出せないかなということで、まあナスの天ぷらをつけていたということなんですね。でそこは実は今回まだ今今日今来たところなので、
前はサドアナナス、このナスだったんですが、今日はちょっと試食は普通のサドアナナスでちょっとお願いをしているところで、本番ではこっちを使います。これが人吉市美濃の地区に伝わるサドアナナス。実際サドアナナスって言ってるんですよ。あ、向こうでもサドアナナス。そう言ってるんです、言ってるんです。ただえ、皆さんこんにちは。宮崎公立大学民族学ゼミです。今度の土曜日日曜日29、30日に、私たちが在来再来弁当ということでお弁当を作りました。こちらのお弁当は、熊本県、大分県で、宮崎県、そして種子島の在来野菜を使ったお弁当となってます。素材本来の味を生かしたまま制作してますので、ぜひ皆さん、この素材の味を楽しみながら、食べてください。よろしくお願いします。